流行りじゃなくて文化としてみんなで楽しみたい、うん、メルシャンさん、マリコワイナリー、サントリーさんであったりマンズさんであったり、そうですね、そのこう振り幅の大きさというか、うん、間口の大きさっていうのも長野ワインの一つ特徴なのかなっていうのはすごい感じますね。そうですね、そういう人たちがいろんな角度から増えてきましたよね、うん、花子さんに選んでいただいたのは、ね、なんとルミリューの龍眼オレンジ、同世代の方にもこのワインの楽しさを伝えたいっていうところから作られたワイナリーなので、うん、今後すごい楽しみですね、まだ若いからね。斉藤くんと塩瀬くんがそれぞれ作りたいものをそのまま作る時もあるし、うん、彼らすごいなと思っていて、うん、本当にこう日本らしさ、うん、長野らしさ、もっと言うと僕らは榊らしさっていうのを、うん、やっぱりそれを出したワインを、まあ、飲んでもらって、うん、こんにちは、ウィートーク長野ワイン、榊不動酒造の鳴沢です。今日はですね、テーマすごいですよ。長野ワイン世界に向けてみたいな話ですけれども、長野ワイン応援団の、代表花岡さんにまた今日も来てもらってます。よろしくお願いします。はい、10年前ならいざ知らず、最近は長野ワインで海外コンクールで受賞されるワインものすごく多いじゃないですか。そうですね、なので長野から世界へって言ってもなんか単純に笑えないというか、じゃあどういう夢だったのが今目標になって、なんか指標が少しずつできつつあるので、それを一つずつこうクリアしていったら着実に近づいていくんだなっていうような実感はありますね。そうですね、そういった意味ではまずはあれじゃないですか。そうですね、まあ、長野県内にワイナリーを持つところで言えば、まあ、メルシャンさん、まあ、これは安曇野シャルドネになるんですけども、あともう一つ、まあ、マリコ最近よく耳にする、世界で30ベスト30のワイナリーにも選ばれたという、アジア圏初のマリコワイナリー、上田市にあるんですけども、すごく綺麗なところで、まあ、こちらの原料もね、もともとすごく評価が高い、去年度で作るものなので、こうスパイシーな感じなんかも入ったりして、うん、他の土地ともちょっと違う土壌ですよね、あそこね。そうですね、なんかちょっとね珍しいですね、あの陣馬大地みたいな感じで、はい、あの土地って呼ばれてますけど、ね、本当に小高い丘で、うん、あそこ行くともうね、そこの景色がもう日本とも思えないです。本当ですよね、向こうに浅間山が見えてっていう、いいですよね、あそこ。あそこのなんか去年度聞けば雨がある程度染みてくると上がもう固くなって、逆に今度は表面を流れる、どっかで聞いたらってポムロールがそうだったんですよね、聞いたら。だからある程度の地中水分量がもう土壌が確保してくれる、なのであのスパイシーさが出てくるって話を聞いたことあります。まあまあこういう大手さんであったり、まあ、メルシャンさんであったりサントリーさんであったりマンズさんであったり、そうですね、やっぱり世界に向けてはコンクールもそうですし、うん、各国要人が来た時にはそういったワインが提供されてますよね、うん、そうですね、うん、っていう話なんですけど、今日花子さんに選んでいただいたのは、ね、なんとルミリューの龍眼オレンジ、まあ、ある意味なんですか、なんで、うん、あの対局にいるのかもしれないんですけども、うん、あのこの安曇野市にできた新しいワイナリー、うん、ルミリューなんですけど、うん、まあ、32になる醸造家2人が若いですね、うん、32何しましたか鼻垂らしてましたそう、起業した年です僕32、あ、うん、32の時、うん、32起業、オーステリアがあって、ね、そうですか、12年、そう12年になりますじゃあ俺もカモシア出した時ですねぐらいですね、若かったですね若かったまあ話されましたけど、まあ、その2人が、若い人たちがワインを飲まないと、うん、やっぱり同世代の方にもこのワインの楽しさを伝えたいっていうところから作られたワイナリーなので、うん、これは龍眼のオレンジ、オレンジ、はい、ね、オレンジワイン多分結構今流行ってるけど、うん、知らない人もいると思うんでちょっとオレンジワインの説明をどうしようか、まあ、赤ワインの工程、白ぶどうを赤ワインの工程で作るっていうのがざっくりした言い方になっちゃうんですけれども、通常白ワインを作るときにはぶどうを絞ってジュースにしたものを、アルコール発酵してワインにする。赤ワインを作るときにはぶどうをぐしょっとこう、まあ、潰してそこの果皮だとか、あのいわゆる皮ですね、皮だとか種から苦味だったりタンニン分だったり色だったり、そういうものが移って赤ワインになっていくんですけれども、この赤ワインの仕込み方で白ぶどうをやったものをオレンジワインっていう、
ことなので、まあ、白ぶどうのカモシワインということですよね、うん、今ね世界的にも結構やっぱカモシワイン流行ってますもんね、うん、やっぱり白でもこうぐしゃぐしゃぐしゃってやって果皮からエキス分が出ることによって香りもそうですし、うん、タンニン分、種から来るタンニン分も感じられるし、やっぱ厚みが増したりだとか、白とも違う楽しみ方、またロゼとも違う楽しみ方ができますよね、うんうん、しかもこの、ポラリスはリュウガン、長野県の土着品種リュウガンで作っているので、うん、まあ、長野県でも彼らぐらいかな、リュウガンで。リュウガンオレンジは聞いたことないですね、うん、なかなかそういう意味ではユニークなワインですけどね。ちょっと早速いただいてみましょう。色も本当にしっかりオレンジ、ね、まさにね、オレンジね。リュウガンででもこんなに結構オレンジ、ね、ちゃんと出るんですね。カッペンとかするんですけど、本当にオレンジですね、これ、うん、割と綺麗に作ってますね。改めまして、はい、うん、これね見たらアルコール度数 9% なんですよ。そんなに高くないんですけど、やっぱりオレンジで作ってるから結構ボディもあってしっかり飲めますね、うん、あ、酸もしっかりしていて、アフターも、うん、余韻いいですね。これ香り紅茶みたいな香りが、ちょっと苦みあってね、苦みあって、うん、鮎の綿なんかすごい合いそうですね、ほろ苦さで言うと。あ、ね、綿とかね結構ワイン、うん、普通はダメじゃないじゃないですか。難しい、あれやっぱああいうのだと日本酒の方が美味しいなと思うんですけど、そう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 、確かにねこういう苦味とかねあると美味しいかもしれない、うん、なんか本当雑談っていうか、これまたそれちゃうけど、ワインってこう 1+1 が3とかね、うん、ことには良くなるけど、合わない時には本当に0かマイナスいくつになるじゃないですか。でも日本酒って切るお酒だから、うん、例えばこう塩辛とやって生臭くなっても、うん、日本酒飲むことによってまたさらになって、うん、次また違うあてと楽しめるっていうのがなんかこう日本酒の良さだったりすると思うんですけど、うん、日本のワインってなんかどっちの良さも持ってると思ってて、うん、綿とかのこのほろ苦さにワインが合うって多分海外の人でもなかなかこう、うん、特にね鮎の塩焼きだとか、まあ、コンフィーとかになれば違うかもしれないですけど、うん、あれですよね、やっぱその日本ワイン、まあ、長野ワインのいい部分ですけど、ワインが主張しすぎないですからね、だ、うん、からね結構お料理と合わすとかなんていうのは、うん、本当にね海外の結構どっしりした赤ワインとかっていうのは日本食に合わせるとどうしてもワインに全部持ってかれちゃって、ね、うん、お料理の方がちょっとね、まあ、しぼんでしまうというかね、うん、特徴が得られないんですけど、やっぱり日本のワインと日本の食事っていうのは本当にね両方こう繊細な部分があるんで、やっぱり ね、ワインって食中酒として、うん、長野県のワイナリーさん、まあ、鳴沢さんもそうだと思いますけど、うん、作り手の方たちって作ってると思うので、うん、そう考えると普段食べる和食にどう合わせていくかっていうのもすごく大事な要素になると思っていて、うん、なので長野県から海外へというか世界へ、世界の基準にわざわざ長野を合わせるというわけではなくて、例えば和食がね世界で認められたように、その和食と合わせるお酒だからこそ一緒にこう楽しんでいただきたいっていうところでいいのかなっていう部分もあったりしますね。なのでワイン飲むから改めてピザとかパスタにしなきゃいけないなではなくて、通常のおばんざいというか、そうですね、なんかね僕らもメルローとかカベルネソーヴィニョンみたいなブドウを作ってて、やっぱり皆さんが思い浮かぶそういうね濃いワインを皆さん思い浮かべるんですよ、うん、はい、でも自分たちはああいう、もうその日本で作るとやっぱりあんな濃いワインというのは絶対できないと思うんですよ、うん、でもそれも個性だと思いますし、お料理と合わすっていう意味ではね、まあ例えばチリのね、はい、非常にこう安くて濃くてうまみがたくさんあるみたいなワインも、それはそれ一つの美味しさだと思うんですけど、こう料理と合わせるとなると、例えばうちのねカベルネソーヴィニョンってややこうボリュームも少ないですし、薄く感じちゃう部分もあると思うんですよ、カベルネっていうブドウをイメージすると。だけど実際お料理と一緒に飲んでもらうと絶対にうちの方が合うなっていうのはすごいあって、やっぱそこがなんかこう世界で見るとどうしてもカベルネソーヴィニョンらしさ濃さを求めなきゃいけないんですけど、はいはい、そこを求める必要あんまないと思ってる。長野の個性とかね、うん、日本のワインの個性っていうところになると、うん、逆にそこに無理やりこう作ろうとすると無理が出て、うん、多分おかしなことになってきますよね、セニエしすぎてとか。そうですね、うん、まあ、確かにねある程度こうボリューム持ったワインも作りたいというのもあるんですけど、うん、まあ、そうじゃなくて本当にこう日本らしさ、うん、長野らしさ、もっと僕らは榊らしさっていうのを、うん、やっぱりそれを出したワインを、まあ、飲んでもらって、うん、
ワインを飲んだ時に、ね、最高なのはやっぱその佐賀のね景色を感じられるような、 そうですね、そんなワインを作っていきたいと思いますけどね。だからね、この斉藤君とね、翔太君とルミルもね、きっとこの若手が作ったこうカジュアルなワインだみたいなね、そういう感じのワイン結構醸し出してますもんね。うん、もう本当彼らと話をしても、うん、このワインを同世代に、うん、自分たちはすごくワイン楽しくて大好きで、うん、でもその楽しい時間っていうのを仲間内でなかなか共有できないと、うん、同世代の30代前半の方たちにもやっぱり飲んでほしいっていうことになると、やっぱ価格も大事になってくる、うん、じゃあその価格帯にするためだったらどういう醸造方法がいいのか、うん、畑はどういうふうにしたらいいのか、じゃあ品種は何にしたらいいのか、補助にまでそれをやっぱり落とし込んで商品開発をしているっていうところを、うん、が彼らすごいなと思っていて、うん、ちゃんとこのワインを作るための末端というか、うん、販売先から畑までこう、うん、戻してるっていうのがすごいなと思っていて、あれ飲みました、レッドスターとホワイトスター、もう飲んだ、あれすごい、これね、主販はしないね、はい、ワイナリー限定商品ですね、ワイナリー限定商品で、はい、ワイナリーでしか買えないんですけど、1300円です、これやられたな、ビビりましたね。ね、1300円でこんなクオリティが本当カジュアルに飲めて、本当に品種はね、いろんなものを混ぜてるっていうけど、うん、最終的なバランスがものすごく良くて、あれ久しぶりに良かったな、ちょっと鳥肌立つ感じですよね、立ちましたやられたなと思いました、ちょっと悔しかったですマジで、あれはちょっとね、でもやっぱりその若手のためにというか、それもやっぱりこう流行りじゃなくて文化としてみんなで楽しみたい方や、こうやって世界の方に要人に向けてっていうね、こういうものがあったりっていう、そのこう振り幅の大きさというか間口の大きさっていうのも長野ワインの一つね、特徴なのかなっていうのはすごい感じますね、対世界に向けても。そうですね、そういう人たちがいろんな角度からの作り手が増えてきましたよね。本当にそうですね、うん、なんかね、若い子もいるしね、ある程度技術ね、ずっとワイナリーで積んで独立した人もいるし、うん、なんかこうね、県外から、ね、移住できた人もいるしね、うん、なんかいろんな人いてね、だいたい変な人ばっかりですけどね、まあ、作り手ってのはだいたい変態だと思ってますね、コリさんの前に言われるんですけどそこにね、いますけどね、コリさん今いらっしゃるけどでもその結局自分のところの信念変えないっていうところが一つの魅力であって、ね、いろんな人間がいていろんなことをやっていろんな取り組みをしてるからこそ長野ワインの発展につながってるっていうのは感じますね。本当にね、個性豊かな作り手の人々みたいな、ね、これ個性の豊かな作り手の人々でやったら多分これ相当時間必要ですよね。いやもう1本ね5時間ぐらい話せますよ、ね、それぐらいねピンも多そうですけどねまあでもそれだけ世界に向けてもいろんなところの、ね、切り口から取り組まれてると、うん、いやしかしね、ルミリュこれ今後すごい楽しみですね、まだ若いからね、あともうね30年40年後にはまたね、作り手が2人いるっていうのが本当に面白くて、斉藤君と塩瀬君がそれぞれ作りたいものをそのまま作る時もあるし、お互いやり合って作るもの、いや結構やり合ってちゃんと、だからそのこれは2人で作ろうなってものは結構言い合ってちゃんと作ってる、だからそういう、もうそこは本当に見ててもなんか微笑ましいし、お互いがリスペクトする中でちゃんと言い合える環境ができてるっていうのはすごいなって思います。いいですね、うん、そういうのは本当にいいと思う、うん、ここにねなんか似顔絵みたいななんか書いてありますよねわかりますこれ似顔絵、まあ似てるっちゃ似てるかまあ、こんな取り組みもありつつ、その長野ワインがいろんな切り口から世界へ向けて、うん、まあ、和食とともにまたねこう出ていったりだとかできればなと、うん、本当にでも作り手がいるさまざまいろんな考えを持ってるっていうのは長野の大世界に向けての、それは本当にね、うん、一つの魅力ですよね、うん、いや本当に榊ぶどう酒も楽しみにします、頑張りますありがとうございます